はい、どうもご視聴ありがとうございます。キューブエスケープアルルっていうゲームですね。以前プレイしたシーズンズとザ・レイクの次の作品となるようです。どこまでストーリーがつながってくるかわからないですが、まあ、やってまいりましょう。そもそもね、あの2つやっても全然ストーリー自体はまだ見えてきてない。ただちょっと不気味な脱出ゲームっていう感じですからね。さあ脱出していきましょう。1888年10月アルルにて私が覚えていること。アルル、フランスの地域っていうのは聞いたけど、アルルっていうのが。で、記憶をたどっていくのかな？ダブルベッドだ。でもホテルだから別に一人で泊まってても。ホテルだよね、これ。ホテルっぽいなって思ったけど、でも、ホテルにしてはやけに服がかけられてるな。三つもある。長期滞在してたのかな？帽子。なんか落ちたよね。あれ？下。下は見れないのか。なんか落ちたんだけどな。気のせいか？これは A は瓶が3つとコップが1つ。そしてなんかでかいやつが1つ。あ、落ちてる落ちてる。小さな鍵ね。ブラシ。あーで、これが同じ状況にしたらいいの？そしたらこれいらないね。今取ったやつがいらない。これもいらない。あ、でもこれは取れないか。他はそのまんまで。そしたら開いたってこと？わかんないや。引き出し触る前にやっちゃったから。外は？外は不気味だね。スーって言ったけど。なんかちょっと絵画っぽさもあるけどね。この空の描き方とか。ブラシでちょっと服はたいてみる？そういうもんでしょ？ブラシって。あら？で、こっちは？細長い瓶が一つと、今持ってるこれだね。水差しが一つとちっちゃめの瓶ボトルが一つっていう感じ。こっちは？あ、取れない。え、なんかある。なんかあるけど難しいから考えるのよしたい。これが写真。絵の切れ端。あー、人の顔。こっち？こっちだね。ん？あ、自分で当てはめろってこと？今回ちょっと優しくないな。鍵がかかってる。ホテルの一室に閉じ込められてんだね。これは？アブサンスプーン。なんそれ。形的にこれグレープフルーツとか、閉じるやつ？絵の切れ端。そういう使い方？そういう使い方？意味わからんくて。あ、合ってんの？意味わからんんだけど、アブサンスプーンって何？そういうもんなの？コップの上に置いて使いましょうって。で、こっちじゃなさそうだね。左っぽい。こっちも誰かの人なのか。あげておられるな。ここは開かなくて、絵の切れ端。角砂糖。アイテム多いな、今回。鍵穴みたいなのなんだけど。違う？今、回ったひまわりが。全部回したろ。あ、なるほどね。触ると両隣が動く。じゃ全部咲かせた状態にしてみましょうか。あれ？これは両隣動かないの？こことここは隣と判定されてないのか、じゃあ。難しい。こうかな？全部咲いたよ。じゃあ全部縮めてみる？今度は。こうかな？あれ、でも全部縮めたけど何の意味もない。ちゃんと考えて動かないとダメだということがよくわかりますね。天井は？またなんか書いてある。絵の破片。タオルと絵の破片。まあ、とりあえず絵を改めるのと鍵は、これは使えないんだ。じゃあ、絵を完成させていこうか。とりあえずね。これか。これがついて、あと一つもこっちの絵かな？色合い的に。はい、出来上がり。月の絵だね。あ、くっついた。あ、喋ってくれるの？どうした？ああ頭おかしくなった。あ、脳みそが。昔のフラッシュみたいな。ああ、ハゲの歌とかそういうやつみたいな。ひまわり。悪趣味だな、なんか。
こっちは？ああ、遠目で見たら普通なのに、近くで見ると。じゃあこっちにひまわりさせるのかな？ひまわりこっち。ああ。ええー？あ、鍵が。小さな鍵。一緒じゃないの？なんかよくわかんない。マジでよくわかんないけど。なんか知らんけど、ラッキーっていう感じで。タオル取れないね、そして。ここも、ああ。こんにちは。またあんたも頭取れる？絵の破片。また。君はあんまり面白いことしてくれないね。じゃあ、手に入れた絵の破片はめて、君も。あと1枚か。これは取れないし、なんか意味があるんだろうな。もうちょっと、いろいろ調べたら。その意味も考えたいけど。水差しで水が入れられるんだ。そして水を吸えるんだ。便利な水差しだこと。これ見る限り、わかんないな。真ん中のボトルだけ入れてない？これ、このボトルだけ空にする？とりあえず。この状態にしてみようか。意味あるかわかんないけど。意味ないな。水差しで、こいつらに水やれたりしないの？そういうこともない。あ、開いた！ああ！ってことは、こっちも、鍵で。よし、開いた！ワインのボトルとナイフ。万能だね。毎回出てくるんだ、ナイフは。で、角砂糖。そういえば角砂糖もどこで使うんだ？アブさんの瓶。あ、じゃあさっきスプーン置いたところに使ってみる？アブさんつながりで。なんかが手に入った。ワインだとどうなる？ワインが入る。水差しだと水が入る。なるほど。なるほどって感じだ。ブラシとかで綺麗にできた。G。そろそろこの単語の意味も考えなきゃいけない頃だな。角砂糖入るかな？ああ！ほう。全然ちゃうやん。なんか、ここの上に乗せて、コーヒーとか入れると砂糖がよく混じって美味しいんだみたいな、そういうアイテムなの？アブさんのスプーンというのは。じゃあこれに水差しじゃないもの入れてみる？アブさん。あ、結構いろいろいけるんだね。でもさっきの絵だと何が何かわかんないもんな。この絵だと縦線、横線、斜め線っていう違いはあるけど、わかんないな。これで判断するのはちょっと無理があるぞ。ヒントがないと、なんか、どれが縦線で、どれが横線で、どれが斜め線なのか。G が月なんだね。G が月。で、さっき G があったのは、ここ。じゃあ月。ここが月なんだって。と言われましても、みたいな。感じだな。ああ、ナイフあったな、そういえば。ナイフ使ってみようか。君にな。くらえ！おお！よし！よしなのか？耳？ごめんね。そんなつもりじゃなかったんだ。耳？お前に使ってやろうか、耳。耳あるか？ないならくれてやるぞ。お前にもな。わあ。てか、まだナイフあるじゃん。いける？あ、いけないか。耳。買えないね。こっち側があんまり何もできてないんだよな、まだ。これ耳？違う？この下に書いてある絵は。うわ、正解だった。とはいえ、どうしたらいい？耳のスープでも作るか？あと、そういうことか。だ、縦線は水、斜め線は緑のこのアブさんで、横線はワインだよってことか。
だから縦線が水、左が水、横線がワイン、斜め線が、アブさんだから、はいはいはい、縦線が水こうだね、で斜め線がここと、でワインがこう、よし来た。何の儀式？うわみ、うわブツブツしてる、やだ、うわ何これ、なんか儀式みたいな音楽が流れ出したんだが、あ何これ、耳の中、うわぁ。これ、ハテナって書いてある。ハテナって書いてあるけど。まあいいや、中に入っていこう。冒険だ。今回の舞台は。耳くそ。ピストル？ピストルを手に入れてしまった。うわ、どっちがいいですか？何これ？もう抽象的すぎて。なんだよ。あ、戻ってきた。一方通行なの？戻ってきたけど。じゃあもう一回あの世界に行くか。こうやって無限ループしてんだ。で、どういう風にしたらいいのって感じだよね。こっちが開かない。あ、なるほどね。太鼓が1重さ。ハンマーが3重さだとした時の他のものの重さを答えようと。数学の勉強みたい。太鼓1に対して、とりあえずこれが釣り合うから、太鼓1に対してこのなんかよくわかんないやつは1で、これね、でもハンマーで、ハンマーをベースにしようか。次ハンマーが3なんだから、これ一緒だよね多分。ハンマーと一緒？ギリこっちの方が重い？もしかして。あー、じゃあこれで4が4ということが分かる。この謎の戻っちゃってるから意味ないんだけど、1と4ということが分かって、これ4でしょ、だからこれ5でしょ。これが釣り合えば、釣り合ってるかな。渦巻きが5で、これが5+1+5+3、これが8かな。1 4 5 8、よし、開き申した。なんか似てるけど違う部屋なんだな。チカチカしてる。似てるけど違う部屋行こう。うわー、ごめんな、恨んでるよなお前俺のこと。死ね、ピストル食らえ。あー、よし、白いキューブ、なるほどね。もう終わりかと思ったけど、さすがにまだか。解いてない謎もあるしな。何が変わったか。他でも置いてるものすら一緒なんだ。で、耳もちゃんとある。じゃあ手に入れたのは俺は白いキューブだけか。どっか使えないかな、白いキューブ。あ、絵もなくなっちゃった。どっか帰っちゃった。白いキューブ、このこれ取りたいんだけどな。筆か、絵の具はあるぞ。ここに絵の具はあるけど違うって。こっち側もう一回行ってみるか。でも一緒なんだよな、あの絵の場所に。あ、ここは空っぽになっちゃってんだ、もう完全に。使い道の分かんないアイテムがいくつかあるのと、あとこれだよな、これが本当に謎。
ああ、白いキューブはまった。っていうことはもう一つ何かを手に入れろってことか。そう考えると黒いキューブが元の部屋にありそうだよね。ん？あ、めくれる。な、CL。この場所が CL だよっていうことを教えてくれてるけど、CL ね。あ、ここか。この地平線みたいな。地平線が CL で、だから何なのっていう感じがすごい。あ、色か、これ。これさ、筆に塗ってさ、今の CL の色をつけたいんだけど、どっかでできないかな。ここか？これか？こういうことか？筆に今ついたか？ついてねえな。どうやってやんだよ。あ、溶けてる。角砂糖が溶けてる。何回もやったらいいってこと？なんかでかいのができてきた。絵の破片、意味がわからん。角砂糖の中に入ってたってことか。まあいいだろう。こんな部分の絵なんてなくても一緒じゃん。ああ、鍵持ってた。早く出せ。金の鍵、よくやった。じゃあ、暗い。うん、やだって。うん、やだよって。そんなこと言うな。帽子でもかぶる？そんな頭出してた恥ずかしいでしょ。ダメ？何が言いたいの？どうしたの？なんか言いたいみたいだけど、いまいち伝わってこないな。金の鍵、どこに使うんだろう。開いてないの、ここか。こんにちは。友人のポール。あ、友人なんだ。こんにちは。どうしたの？何？右肩、左肩が、取ってさーって。包丁、違う。ブラシ、帽子？ああ！それを探してたんね。これ何？パレット、あ、何？どうした？いやー、どっか行った。意味がわかんない。なんで俺は閉じ込められてたの？これ、場所的に友人のポールに閉じ込められてるよな、俺。とりあえずパレット手に入れた。いいこと、いいこと。とりあえずパレットを手に入れたから、筆とパレットで絵を描きたいんだよ、俺は。これそういうことでしょ？ただパレットが使えない。どうやったら使えるんだろう、パレット。パレット。どこかパレットを置く場所が欲しいな。それか。パレットと筆を組み合わせる。組み合わせるみたいなのあんの、このゲーム。ない？ないって。お前は話も聞いてくれない。あ、あ、なんか言えた。意味がわかんないけど。そうか。この端を触ったらいけた。あざっす。じゃあ、まずは、わかるところ、緑を塗っていこう。ん？こうだよね。ああ、間違ってるでしょ。こういうことか。下手だな。塗りが。俺が塗んなきゃダメなんだ。そして。重なっちゃったけど大丈夫？で、ああ、こっちかな？あ、なるほど。綺麗に塗ってくれると。で、いいのかな？おお、いけてるいけてる。都合のいい。やってた。だから次は G だね。G は水色だっていうのはさっき机の上ので書かれてて分かったから。で、次 QL。QL。QL がどっかであったんだよな。天井かな？天井かな？あ、天井だね。グレーだね。だから。この色。QL を。結構塗んなきゃダメだね。ザーって。俺は天才だから、こうやったらいい感じで色がにじむんだ。天才すぎて、誰もついてこれないかもしれないけど。よし、これでいいだろう。
ダメだ。連載じゃなかった。え？色が間違ってるってこと？それとも塗り方が甘かったってこと？適当すぎた、さすがに。まあこの色がグレーかと言われると若干自信はないんだけどな。よし、来た来た来た。じゃあ塗り方が甘かったということだね。次は何探そうか。 HN とこの ULM 多分これね、タオルのね、多分これだね。だから白かな、白か赤か。白があるな。じゃあ白だな。正しい色当てたらちゃんと潰してくれるのがありがたい。よし。で、NA かな、 μA かな。 μA は緑色で、さっきと違う緑かな。これかな。何を書いてんだろう。ああ、綺麗に埋まった。じゃああとは HN これか。違うな。 HN 枕かな。木の色か。黄色っぽいのを HN に。月だからそうか。で最後ハテナ、ハテナ、ハテナってどっかあった？あ、耳のところにあったな。そういえばなんだろうと思ってたら黒か。ハテナ。じゃあ黒く塗りつぶします、ダイヤを。あ、黒いキューブが出来上がるってことかな、これで。よし。でその黒いキューブを当てはめる。よし、これで外に出られる。うわー、まあ相変わらず謎が謎のままぶっ飛んでったなっていう感じですが、はい。ということで、キューブエスケープアルル、以上かな。実績は他のゲームやって初めて取れるものもあったりするから何とも言えないけどね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。